ブレッド・ウィリアム・ブラウンはアメリカ合衆国メイン州サウスポートランド出身のプロバスケットボールコーチ。メイン州のサウスポートランド高校でバスケットボールを始め父親のボブ・ブラウンがヘッドコーチを務めていたチームでガードとしてチームを引き29勝0敗の記録を作った。1979年に卒業しボストン大学に進学した。ここで卒業まで4年間プレーし、 ジュニア、シニアでキャプテンを務め、1983年には1959年以来となる NCWA トーナメント進出を果たした。2014年球団行事でのブラウンカレッジボストン大学卒業後は AT&T で営業職をしながら母校のアシスタントコーチを務めた。NBL1988 年からオーストラリアに渡り、 プロリーグ NBL のメルボルンタイガースでオーストラリアとフィバ両方で電動入りを果たしているリンゼイガズの下アシスタントコーチを務めた後1993年からノースメルボルンジャイアンツでヘッドコーチを務め1994年の優勝により NBL 年間コーチ賞を獲得した2000年から2002年にスパーズに再加入するまでシュドニーキングスでヘッドコーチを務め NBL 通算143勝を挙げた。NBA2002 年から NBA、サンアントニオスパーズのアシスタント、選手育成コーチを務め、2006から2007年のシーズンを前にアシスタントコーチとしてベンチ入りし、この年の NBA 制覇に貢献した。スパーズでは、1998から1999年に RCB ホードに雇われ球団運営会社の スタッフを務めた経歴がある。その後、シドニー・キングスでヘッドコーチを務めるためスパーズを一旦離れ2002年に戻っている。選手育成コーチ時代には、その後スパーズのビッグ3を担うこととなる2001年入団のトニー・パーカー、2002年入団のマヌジノビリラの育成にも貢献している。グレッグポポビッチヘッドコーチの下、長年。 スパーズの強さを支えてきたことを認められ、2013年にフィラデルフィアセブンティシクサーズの24代目のヘッドコーチに就任した。ここでも新人育成の手腕を発揮し、2013から2014シーズンにはドラフト11位指名からマイケル・カーター・ウィリアムスを新人王へと導いている。ヘッドコーチ就任以降、チームの成績こそリーグ界に苦しんでいるものの、 ナーレンズ、ノエル、ジャーリール・オカフォー、TJ ・マコーネルなど、粘り強く若手選手を育成してきた手腕が評価され、2015年12月12日に、シクサーズと2018から2019シーズンまでの契約に合意した。オーストラリア代表2009年から2012年まで、オーストラリアナショナルチームのヘッドコーチを務め、パティ・ミルズ、アンドリュー・ボーガットラを指揮した。ありがとうございます。